はい、皆さんこんにちは。こんにちは。生き生きロコモチャンネル Q&A ということで、はい、生きロコちゃん Q&A ということで、はい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 、ということで、はい、やっていきたいかと思います。はいはい、ちゃんとお答えします。ちゃんと答えします。生きロコちゃんとお答えします。はいはいはい。生きロコちゃん、あ、そっかけって。まあちょっと、ね、ちょっと、あ、なるほど。はいはいはい。ちょっと、あ、そうですね。驚いてしまいましたが、はい。じゃあ質問でございます。質問でございます。はい。骨粗鬆症でボナロンを2年飲んでいますが、はい、徐々に骨密度が下がっていますというようなご意見、はい、ご質問が来ています。薬飲んででも下がっちゃうみたいなね、はい、ちょっとじゃあ具体的に、はいはいはい、現在ボナロンゼリーを2年弱飲んでいて、はいはい、骨密度が下がっている、まあ、低いということの状態で、はいはいはい、薬の変更を希望しているということなんですけれども、あ、まあね、で、まあ、ご本人様は私はデノスバブがとても良さそうだなと思っている、はい、っていうことなんですけれども、はいはい、先生この辺に関してはじゃあどうでしょうかね。あ、わかりました、はい、わかりました。はい、それで、まあ、変更するとかっていうところですね、ま、はいはいはい、ボナロンゼリーということで、はいはいはい、でボナロンというのはいわゆる、ビスフォスフォネートという、あ、はいはい、朝起きてすぐ飲ん で、はい、でそれで飲んだ薬の成分が骨にくっついて、うん、で骨が溶けていかないようにする薬という、はい、まあ、そういう系統なんですね、はい、よく使う薬 で、うんうん、で普通錠剤なんですけども、はい、を大体週に1回飲むことが多くて、うんうん、ただ少し胃が弱いとかね、はい、いう人の時に、ゼリー状になって、ゼリーのシート状になってね、まあ、つるんと入って、で飲みやすいということ で、うんうん、でちょっと錠剤だと胃に来るという人も、ゼリーだったら割と大丈夫という人もいます、はいはい、で、まあ、ゼリーでもやっぱりなかなか、うんうん、空腹時で飲むのでちょっと胃に来ますという方もいますけど、はい、うん、でまあ、そういう薬です。で2年間飲んであまり効いてないって言った時に、はい、はいくつか、まあ、こう想定できる原因があって、でまずはその、ボナロンという薬では、はい、間に合ってない状況というのはやっぱりあります。すごくこう、骨が弱くてまたさらにこう弱くなっていく勢いが強い人、なるほど、うん、まあ、それはもう個人差があって、あ、でちょっと薬飲んだらみんな上がるかというとそういうわけにもいかないので、個人差はありますので、まあ、そういう本質的なことが原因、ボナロンが間に合ってない、はいはいはい、足りないかもしれないというで、はい、でもう一つはその、はい、あと他にそれ以外でですね、ボナロンを飲んでももともと吸収率の悪い薬なんですよ。あ、なるほど。でそういうビスホストネートというのは、うん、飲んだ薬の1% ぐらいしか体の中に胃から、ね、取り込まれないんです。で 1% ぐらいが入って、でその後大半が丸1日ぐらいの間に骨にくっついて、で骨を守るということになるんですね。でその吸収率が平均 1% って言われてますけども、それが多めの人と少なめの人で、なるほど、はい、ちょっと違うだけでも、はい、そこは違ってきますね、はい、でそれで、うん、そういう意味でちゃんと効いてるかどうかというのは、血液検査で骨吸収マーカーというのがありますから、でそれを取ってちゃんと下がってたらちゃんと効いてる、はいはいはい、薬飲んでるんだけどもあんまりそれが骨吸収マーカーが下がってない、まだ骨が溶けてますよっていうような数値だったら、はい、あんまり、飲んだことになってない、なってない可能性がある、可能性がある。で、まあ、それが一つ、ね、まあ、吸収率が悪い場合で、次が、ビタミン D が足りてない場合、あ、くっつけるところっていう、そうですね。でビタミン D、 骨に大事なビタミンなんですけども、はい、まあまあ日本人の大半はビタミン D が不足してます、うん、で、はい、ビタミン D が不足した状態で骨の薬飲んでも結構効きが悪いことがあるんですね。ですね。で実はその骨の薬ってこう新しくこう、販売される前に、うん、臨床試験、まあ、治験って言いますけどもね、はいはい、でそういうのを、します。でその骨の薬の治験をやるときは必ずビタミン D を補充しながらやるんですね。なるほど、ね、つまりそれぐらいビタミン D っていうのは、充足してないと、充足してないと薬も効かないっていうことになるので、だからビタミン D が足りてない状態だと、なんていうのかな、薬が効かない、効きにくい。だからそういう時はビタミン D を補充しながら、まあ、よく活性型ビタミン D ってね、錠剤とかカプセルとか、飲むことは、あります。はい、それであれですか、そうすると骨密度が低い、はい、低いと、はい、あと、はい、低いかということと、うんうんうん、まあ、吸収マーカーを
確認するということと、はい、そうですね、でビタミン D ビタミン D の充足は、はい、ビタミン D の血中濃度というのが今測れるので、あ、それで確認する、てて、まあ、大半の線低いので、はい、でそんな風なことを、考えて、やります。それで吸収率が低い場合は、はい、ボナロンの、月1回の点滴製剤というのがあるので、あ、それに変えてみて、変えてみると、あ、まあ、一つですけども、はい、まあ、2年やってるの でなので、だから例えばその、ボナロン、まあ、いろんな状況がありますけども、もともとボナロンとかビスボストネットって最初の1年で6% から 9% ぐらい上がって、で次の1年半分ぐらい上がって、2年以降はだいたい平坦でいくみたいな感じがありますので、でまあ2年やってみてあまりパッとしなかったら、あの薬変えるのはいいのかもしれない、はい、っていうことになりますね。その選択肢としてこの、はい、質問された方はデノスバムはどうですかっていうことなんですけども、はいはいはい、でデノスバムという薬は、破骨細胞のこう形成をこう抑えたり、はい、破骨細胞の働きを抑える薬なんですね、はい、でなんで、まあ、同じように骨吸収を抑える薬、ビスボストネートと働きは近い薬なんですね。でも、ビスボストネートよりも働きが強いので、なんで 2年ぐらいやってみて、でもしあの、デノスバムに変えると、うんうん、その後デノスバムだと結構効くということも、よくありますので、はい、選択肢としては悪くないですね、うんうんうん、はい、なるほどなるほど。で、はい、ただ両方とも骨吸収抑制剤なので、うん、でずっと、まあ、基本的にはその骨吸収抑制っていうのは何かって言ったら、これの新陳代謝を抑えていく薬なので、はい、なのであんまり長いこと骨吸収抑制剤使ってると、だんだん古い骨が溜まってくるということになるんですね。で古い骨が溜まってくると、顎骨壊死、まあ、この前にも話しましたけども、うん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 、とか、非定型骨折っていいます。顎骨壊死っていうのは、まあ顎の骨がね、まあ、勝手に溶けていくことはあんまりないんですけども、うん、歯の治療とか、うん、あるいは、まあ、もともと歯周病とかある人で、であのバイ菌が歯茎とか顎の骨についた時にそこにも、バイ菌が広がっていく、それが、はい、長いこと骨吸収抑制状態になると広がっていきやすいというのがあって、うん、なのでまああのあんまり長い期間骨吸収抑制剤使うのはちょっと注意しましょうということにはなってます。で非定型骨折というのは、で普通はあの足の付け根とか折れやすいんですが、はい、ちょっと下側が折れたりすることが、うんうんうん、そのビスボストネとデノスマブを使ってると、はい、長い期間使ってると、もうこれはもう5年とか10年とかもっととかそうなんですけどもね、はい、で治りが悪い骨折が起きやすいというのがね、なんでそういうことがありえるので、あんまり長い期間を、しない方がいい。まあなんで、だから選択肢としては、はい、例えばそのビスボストネートを、2年使いました、うん、でデノスマブを例えばその、もし、この方が75歳以上とか80歳以上 で、はい、であれば選択肢としては、デノスマブを使って、うん、でそれでまあその後2年ぐらい様子を見て、でそれで、上がるようだったら、はい、まあそのまま続けていくという、選択肢もあります。それからあと、はい、まあ、ただそうなるとさっきの顎骨壊死とか非定型骨折が心配になるので、で2年ぐらいでやめて、でその後デノスマブという薬はやめた後にビスオソネと使わないとまた減っちゃうというのがあるので、で2年ぐらいデノスマブ、2年ぐらいビスオソネというような使い方を考えながら続けていく。であと若めの人であれば、まあ年配の人でも大丈夫かもしれないですけども、ロモソズマブという、はいはい、これも、ま、全然別系統の薬ですけどもね、うんうんうん、まあビスボストネートの後でも、うんうん、骨を強くする作用が十分期待できるということで、うんうん、月に1回の注射で、うんうん、1年間やる注射ですけども、はい、それをやってみるというのが一つ、はい、それからあとはそのサームっていう系統の、はいはい、でサームとビタミン D にパッと変えて、うん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 、でそれでやってみて、サームはそのビスボストネートよりも、効き目の弱い薬ですけども、うんうん、割とこうビスボス2年の後にサームと
ビタミン D 使うと結構あのそれが維持されてたり、場合によっては結構増えたりとかすることも経験します。それでなので、まあそんな形でちょっと柔らかい薬を使って、うんうん、で少し間を置いてからデノスマブを使ってっていう風にすると、あの、顎骨壊死、低血骨折の心配がちょっと減るかなと思いますので、うんうん、その辺のことを、考えていく。なのでまあデノスマブを2年ぐらいこの後使って2年ぐらいビソースに戻すというのが1つ、それからロモソズマブ、商品名でイベニティですけども、それに変えてみるというのが2つ目、それからサームプラスビタミン D で少し様子見るということで、でもしダメだったらその時点でデノスマブ、ロモソズマブというようなことを考えていって、ということですね。いろんなことがありますね。あ、いろんなことね。まあ、担当医の先生とその辺をこう、そうですね、そうですね、相談しながらやっていただくということですね。はい、ということになろうかと思います。はい、はい、ありがとうございました。どうも。はい、なんかあれですね、こう、そうですね、結構ね、喋っててなんか難しいなって思いますね。いや、はいはい、まあでもこうそういった質問を、そうですね、出していただいて、我々が、まあ、詳しくお答えして、はい、で1回聞いただけで分かんなかったらまた元に戻してもう1回聞いてもらって、ね、そうですね、まあ、それも勉強の一つで ね、はい、ノートでみたいな、ね、はい、YouTube でね、はいはい、こう戻していただければ、はいはい、はいはい、ということで、はい、やっていただければと思います。はい、はい、じゃあそんなことで、はい、生きろこちゃん Q&A、はい、ということでありがとうございました。